はい、決まったので、決勝トーナメント進む4人が決まったので1位通過を、決める戦い、まずは準決勝ゼルダ対ゲームアンドウォッチ、ゲームアンドウォッチやっていきたいと思います。さあ、どっちが勝つか。2連続優勝あるぞ、ありえるぞ、うん、ゼルダが。いい試合です。あ、はい、来た。てか、俺もそういうのやっちゃうんだよな、 R で。確かに R 空中で押すのはやっぱ危険だわ。実況ではゼルダが出てる確率が高いというか長い、うん、だって2体ともこのラインにいるから。ピカチュウとか一瞬で終わったのね、終わったの。だから本当キャラによっては一瞬で終わるキャラもいれば、両方1回戦で負けたらもうめやめったもん、両方いろいろ。あんまり記憶に残らんまま終わっちゃうから、うん、めやめったトーナメント2の方だけどね、それも1回戦両方負けたら。いや、あんま飛ばないな。あー、おい、さあ、あるぞ、まだ時間。あら、あらあら、あるで。え、2連続1位通過。ああ、なるほど。うん。だって、R35 で3連勝できるんだから。そうですよ。そう考え、どう考えても強いよね。どう考えても強い。アイクもほぼお前が勝ったんだっけ。確かそうだった気がします。うん、1回戦だけ俺が勝った。はい、まあ、ポイントは高い同士ですね、リードリーと相手は。決勝トーナメントどういう戦いを見るか。あれ、これ B、 あー、やばい、やってた。なんか B 横で戻れるかなと思ったら戻れるわけないじゃん。いやー、やばい、そう怒られると結構きつい。あ、危ねえ。そうそう、無理に取ろうとすると死ぬって。R35 よくやった。よし、はい、逆やっちゃうんだよね。まあ、お、剣の威力やばいな。うわやばい、金の威力やばい。あれ、え、うっそ。なんだ、X 押せなかった。押せなかった。ちゃんと上がってこいよ。
あー惜しかった、うん、自滅2はちょっとひどい。自滅2しなければ、うん、そうですね、ほら全然いい勝負、いい勝負だったということで、じゃあリドリーとゼルダがさあ第3予選の決勝になりました。はい、さあどっちが1位通過するか。リドリーはずっと俺が勝ってきてます。はい、そしてゼルダは R35 が3連勝して勝ってきた。遅いね。これって同じゲームではない。ないね。ない。持とうとしたのに。いや持とうとしてる暇はないでしょ。結構近づかなきゃいけないから R はちょっとリスクはあるんだよ。 Z か。空中で強すぎない。Z あんまり着ない方がいい。持ちはどうでしょうか。まあやるに越したことは強いと思う。これ今同点？同点だと同点か。ただまだ56秒あるからもう一回死ぬと思う。どっちかが。うん、B 横防げない。防げないよ。やっぱ強い、緑の横。ほら、あっ、やなんか演出もしようしたと思った。え今なんで落ちたんだ。あぶねえ。まあまだ 52% だから。やばい、それ食らった。やばい、嘘強っどう、だってこの辺にいたよ。マジ強すぎ、ゼルダの必殺技。さあ、佐藤になりました。ゼルダでした。2連続1位通過。2連続1位。うわマジか。まあまあいい勝負ではあるけど、最後の最後にあれくら必殺技が、はい、ゼルダの必殺技最強だな。ということで、第3ブロックの優勝はゼルダで、この結果になりました。はい、ただ決勝トーナメントでは本当にどうなるか分からないですから。分かりませんか。ここで1位通過したからといって決勝トーナメントで両ゼルダが1回戦負けとかあり得るか。はい、ということで第4回の、トーナメントいきましょう。今回はこのメンツでいきたいと思います。第4回予選、ブロックという形で、前回までゼルダの2連覇で終わったというどうですか、ゼルダの2連覇でしたけど。まさかのまさかですよ。まさかのまさか。そもそも2連覇するキャラが出てくるとすら思わなかったから、はい、だって2回しかチャンスがない中でその2体とも優勝って、うん、すごいですね。だって1回戦の負けたキャラはあんまり記憶に残らないですからね、うん、ピカチュウとかビオネッタとかもう終わっちゃいましたけど、ジョーカーも終わった。ジョーカーもすでに終わったキャラも多数いる中で、初登場のキャラもね、今回出てくるので、はい、ちょっと見ものですね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。
ドクターはまだ出てない。ドクターマリオまだ出てません。まだ出てないし今回も出ないんだ。最後の2回最後の2回だった。さあシークは前回も出たな。子供リンクはラストか。さあ行きましょう。シークは前回誰に負けたんだっけな。僕も同じゲームだ。ゲモだ、ゲモ、ね、だからそのゲモがベスト4位。今回もゲモ出ます。あ出ますか。頑張ってほしいですね。シーク前回は惜しかったので今回は頑張ってほしいです、はい。2回戦3回戦にじゃダメなんだ。やはり3回勝たない戦まで勝たないといけません。すごいですね。1回戦で負けようが3回戦で同じ、トーナメントっていうのはそう、まあ、優勝を目指す戦い、まあ、予選ブロックはベスト4を目指す戦いですから、投げあんま飛ばない 1.5 倍だけ結構飛ぶよ、うん、お、いいじゃないですか。あ、やべ。あ、え？え？俺なの？え？なんで？負けが分からん。負けが分からん。今の俺だから。あ、でも多分死なない。下A 下の方が A 下は早いから。ダメだった。さすがに勝ってる、勝ってたか。全さあ来た子供にドンキ対デデデ重量系対決。ドンキーもこれで最後です、はい。デデデは確か初だった。初でも結構活躍してましたからね。でもポイントが高いのは、ね、このね小槌のパワーが半端ない。あの動きは鈍いんだけどこれに当たるとかなり、え、なんで今当たった結構幅広い、幅広い。え、なんでほらほら上にも行くから気をつけて。小づち。ほら、ぴったり当たりすぎだろ。ほら、全部当たってる。あら、あら、もドンキーのそんな当たったイメージない。ゲート確かにジャンプエール飛びすぎ。
あえ、そんなにしか行かないの、横。え、あれ跳ね返せる。いいよ、このあれ、アルフィナタル。ドンキー全滅です。ドンキー全滅。ああ、負けてた。あ、面白い対決きた。きた、うん、前回からちょっとこれ面白い対決っていう、のあれ、最初こと話してたんですけど、そうです。どっちが勝つでしょうか。これマリオ対バーディー、はい、なかなかあのトーナメント100回大会トーナメントで1回もなかった組み合わせですよね。そうです。マリオしか初じゃない。マリオしかも初登場。マリオはまあ1回目、2回目ですね。ここに来てやっと主人公が初回。そういえばマリオがいないなとは思ってたんだけど、3回目やはり主人公が。いや、でも出てなかった。2回目か。え、どうだった。うん、見てみよう。うん、でも意外と耐えるな。よく耐える。マリオは復帰が弱いからで有名なんですけど、意外と耐えますね。マリオの武器はないけど、両方おならだもん。おなら使い、うん、まあでも厳密にはワリオが本当のおなら。マリオ使えてる気がする、うん、ただ死んだら元も子もないから頑張って。死んだら意味ない。何掴んだと思ったのに。掴むってのはリスクあるんだよね。やっぱ近づくから相手のスマッシュに当たっちゃう、うん、特に自分のスマッシュ。結局サドン。マリオダッシュ。うん、いい試合。まあ、いい試合ですね。マリオ全滅です。マリオ残念。そしてルキナがピチュー対カービィ初でしょ。確か初。カービィは初。ピチューがラストだ。デラックスではそんなに強くなかったっけ。カービィ、うん、強くなかったけど、まあポイント的には俺らの戦いでは13くらいだと思いますね。13でいい。13は取りすぎだったのか。むしろ取りすぎなぐらい取った。吸い込んでもあんまりいいね。あと R35 で使うカービィはそんなに強くないかったらいい。でも結構岩パワーあるな。93で死んだ。
多分リスクが大きい、大きい大きい、やっぱりスマッシュ食らっちゃうから、特に自分のアーツ。嘘、ついでにやられたよ。ファービーのやつってどんなやつ？あ、それか、うん、それに当たらなければ、ね、連続で、そう、ね、カービーも剣使いだったなんか、本当のカービーの作品ではラストのボスとかで、うえ、強い、カビ強いなピチューがちょっと軽すぎんのか、軽すぎんの、結構死んだな、うん、普通に負けた、うん、普通に負けた。ロゼチコラスト、ファルコもラストか、どうだっけ、ファルコラストだって、ラストだと思う、両方ラスト。普通に負けそう、なんか飲んでた、ファルコの攻撃が当たる前にやられちゃう、結構胴体が長い、胴体でも本当に本当にのゼチコのあれ切り札、切り札あんまり強くない、うん、よし、さあ、ただ圧倒的にロゼチコ今有利になってる、あら強いな、早いというか、やっぱ胴体が長いから結構効く。あ、またになっちゃう。ファルコ終了。本当に終了なの？終了。強いなぁ、なんでだろう、ゼチコに簡単にやられたな、あら 98% です。パックマンも、パックマンは2回目か、2回目、サムスも2回目、ロゼチコの、ジョーカーなんか、ロゼチコなんて本当ポイントないんですよ、4、いや3、3とかなんで勝てた、ファルコの方がポイントなかった、よかった、優勝も、優勝あったっけ、いや
優勝なかったっファルコ、ファルコファルコあったファルコあったパックマンはないんだどうだっけコーマンはないない準優勝いや本当にダメ。明日だったか、うん、でサムスが259かで次ロイトとして、うん、戦勝のロイトこれどうなるんでしょうはい、ソニック対シズエということでシズエ2回目ソニックは2回目かいやまだ1回目だ1回目いや頑張ってソニックちょっとずっと R35 の枠だからちょっとなんとか3,2,1,GO! やっぱ早いっすね早いからこそ自滅があるから気をつけて結構やられてるぞただこのソニックの必殺技結構強いからな当たった結構避けるの難しい、うん、今だとやばい、そのまま終わっちゃうぞこのままさ、逃げ切れるかもう逃げればいいんじゃない5 4 3 2 1あー、よく逃げ切った一回も倒せないんだな、結構しぶとい、さあ、ネス対フォックスちょっと見ものだね、ここフォックス2回目どうだっけネス2回目、両方2回目ちょっとここは見もの、どっちが勝つでしょう R35 はネスもまあまあ使ってたよね、強くあ、ネス昨日出たわけどまあ、全部負けちゃった今回は頑張ってほしいフォックスも頑張ってほしいなんかフォックスもね毎回ね運がないんですよねいい枠に入れればもうちょっといい枠に入れれば来たぞあれネスより命中率低い
ですね。え、結構飛ぶな。投げそんな飛ぶ。Sの投げやっぱ飛ぶな、他のキャラ。そこが強いところ、ね、そこ強いな。結構いけるぞ。すぐ頑張れ。ボックス頑張れ。メスの方を知ってるな。いや、ネスの方が押してる感じはするな。ネスのやっぱ電撃系ダッシュが強い、まあ、ビームも全然強いし、ホームランも強いし、あーやちた、横にやちた、横にやちた、バカ野郎。よし、逆に、逆に、あ、できたね。うん、ネス使えるじゃん。そうです、ネス使えるね。あれさ、自分やっぱり、うん、やるじゃん。これはなかなか今日頑張ってない。そうですね。さあ、ゼロスーツ2回目、はい、2回目、2回いけるかな、剣が出るかな。男対ちょっと負けれない、女には負けれないとプライドを持って頑張る。ポイントは低いけど、剣でも剣は 何ポイントだっけ。いや、5、5はどこ。これ波動拳ですよ、ちょっと。そう、 4% しか効かない波動拳。昇竜拳そうだな。なんか全部いいよね、当たってるから。難しい、剣のやつも当てんのむず。上にいないといけない、近く、本当に近くにいないといけない。よし、これは負けたな、これは来たな。本当にいいようにやられてるぞ。やられてた。何？いくらでもかかってこい。圧勝でした。そして不戦勝がバージョンで勝つ。